では続いて魅力満載ステージトークサイステです。塩原アナとなっちゃんに最新のミュージカル情報や公演の楽しみ方伝えてもらいます。よろしくお願いします。さあということでですね、はい、なっちゃん先日雪組さん感激されてましたね。しました、もう最高に楽しかったですし、やっぱりこう見るとあ夢の世界って思って、でも私お芝居の最後和物なんですけれどもね、はい、今回もうなんか大号泣しちゃって、みんなが一列になって笑顔でいる場面だったんですけれども、感動して泣いたりとか、ショーでもあみんな頑張ってるなみたいな感じで、もうなんか何か自分がやりたいっていうよりかはもうひたすらなんか頑張れみたいな、あ、暑いよねみたいな、頑張って頑張ってって感じで、お母さんのような気持ちになって見てたんですね。確かにやってたからこその感情ですよ。本当になんかみんなが頑張ったりとか、あとはあの下級生の娘役で私が対談した時にあげたイヤリングをつけてくれてる子がなんか舞台立ってる時すごいアピールしてくれて、あ、分かってるよみたいな、あれだよねみたいなことをしたりしました。嬉しかったです。それは素敵な感激でした ね、 ね、あの私も同じ舞台違う日に見に行ったんですけど、うんうんうん、あのコメディなんですけどやっぱジーンとする場面もあって、うんうん、本当にいい舞台でしたね。生で見てみたいですね。ぜひ本当に東京宝塚劇場をやってるので、うん、あの見ていただけたらと思います。ぜひね、なんかあの、はい、通年ねこういろんな舞台もやってますし、宝塚ね、はい、絶対一回は見に行ってほしい、うんね、見てほしい、うん、さあということでですね、今月もあの注目の舞台というのをお伝えしていこうと思うんですが、はい、今月公演予定の舞台の一部、うん、ざっくりまとめてございます、はい、何かこう見る予定だったり気になるものってありますか？そうですね、ガイズ&ドールズは見ますし、うん、でも本当にあハリーポッターも始まるんですね。もうね、そうなんですよ、プレが始まります。始まって、ね、赤坂の周りがハリーポッターなんかイベントというかだらけになってる、ね、やってますね、うん、はい、それも結構長い期間やるらしいんで、どこかのタイミングで、ね、見られたらいいなと私も思っています、うんうんうん、いいですね。スガヒもねこの中からどれか何か見に行ってほしいなと思ってはいるんですが、うんね、ハリーポッター気になります、うんねうん、でこの中からですね、サイステ的注目舞台に選んだのがミュージカルガイズ&ドールズなんですね。あの、はい、なちゃんも見に行くと言ってました、うんはい、どんな作品なのか簡単にご紹介します。1950年にブロードウェイで初演されると同時に大評判となり、1200回のロングラン公演を記録。日本でもたびたび上演されてきた人気の高いコメディミュージカルなんですね。で天才ギャンブラーのスカイを演じるのはミュージカル界のトップランナー井上芳雄さん、そして岡田久世軍軍曹のサラは元宝塚歌劇団花組トップで、舞台映像と最近ね話題作に次々と出演して目覚ましい活躍を続けている明日海りおさんが演じます。そしてスカイのギャンブル仲間であるネイさんは確かな実力が評価され難役に次々と挑んでいる浦井健二さん、そしてその婚約者である踊り子のアデレイドは元宝塚歌劇団雪組トップで花のあるビジュアルと歌唱力を誇るのぞみふうとさんが演じます。この舞台はですね1930年代のニューヨーク、大物ギャンブラーのスカイに姉さんが自分の婚約者アデレイドへのプレゼント代とあと賭場代を得るための賭けを申し出るところで始まるんですね。でこの賭けというのが指名した女を落とせというものなんですが、スカイは自信たっぷりなんですが、それに対して姉さんが指名した女性というのが清純で超堅物な旧世軍の軍曹であるサラだったんですね、うん、この正反対のスカイとサラ、そして14年間も婚約中の姉さんとアデレードという2組の恋の行方が気になる舞台です。恋の行方どうなるんですか？これ聞くとすごい話ですよね。そうですよね。この流れだけ見るとあ賭けから始まる。どうなんだろう。これねあの、まあ、キャスト見ていただいてもファンの方は分かると思うんですが、うん、超豪華な布陣ということで、うん、なかなかチケットが入手困難だそうなんです。ただなぜ今回この作品を注目舞台に挙げたかというと、うん、なっちゃんに語ってほしいなという思いがありまして、はいうん、まずはキャストさんなんですが、うん、ゆかりのある方が、うん、そうですね、うん、もう本当にあのアデレード役をされているのぞみふうとさんは、うん宝塚の時の私の相手役さんで、うん、あのでも可愛い役をすごく楽しみなんですけれども、うん、見るのがでもあのまああれですね、浦井健二さんも笑う男のあの、うん、先日笑う男の公演でご一緒させていただいて、でもあすみさんも井上さんもお世話になってる方なので、うん、本当に見に行くのが皆さんのお姿見るのが楽しみです、うん、それぞれのキャストさんだったりとか、うん、この舞台でこういうところ注目してみたいなっていうところありますか？そうですね、でもなんか音楽がねすごく私ガイズ&ドールズが大好きですごく華やかなので、なんか皆さんがどういう風にお芝居されて歌われるのかってことはすごく注目だと思います、うん、今ねその音楽大好きっていうお話出てましたけど、うんうん
けど、実は宝塚の財団中に、はい、うんうん、なっちゃんもこの演目出てるんですよね。そうですね。そうなんですか。そうなんですよ、うん、宝塚で星組で新人公演っていう、その下級生、まあ、研究科7年生以下の子たちで本公演のものをやる、うん、はいはい、こう公演がありまして、うん、そこで野住ふうたさんが演じられてるアデレードの役を私も下級生の時に演じていました。すごい楽しかったです。一回演じたことあるからこそ他の人が演じてるのって結構新鮮なんじゃないですか。そうですね。いやでも、まあ、宝塚でも再演で、うん、私はしかも新人公演だったので、はい、やっぱりいろんな方が演じてこられてて、それぞれの、まあ、良さというかというものがあるので、なんかなかなかこうコケティッシュな役なんですよね、うん、とっても。だからそこをのぞみさんがどんな風に演じるのかなみたいな楽しみありますね。なるほど。出演者でね、またカラーも出ますからね。楽しみですね。はい、ドキドキしてどんな舞台なのかなって楽しみにしたいと思います。ね、こう見たことがあるという方も、今回初めて見る方も楽しめるっていうのが舞台の良さでもありますもんね。本当にそう思います。はい、ミュージカルガイズ&ドールズはですね、東京日比谷の帝国劇場で今月9日から公演が始まります。来月には福岡博多座でも公演予定だということなので、ぜひ注目してください、うん、そしてサイステは YouTube でも見ることができます、はい、過去に放送したものもテレタマ公式 YouTube にアーカイブがアップされております。ね、ぜひぜひぜひ何度でも見ていただけたらで、繰り返し繰り返し見て、はい、あ、いいな、ミュージカル見に行きたいなって思っていただけたら嬉しいです。ね、あんな公演あったな、こんな公演で、うん、なっちゃんこんな話してたなっていうのを思い出しながらね、うんうんうん、はい、公演見に行く前にぜひチェックしていただいて、はい、ぜひ見てください、はい、ということでお知らせの後は宝塚歌劇のあれこれをなっちゃんに教えてもらいます。引き続き再してお届けします。はい、この時間はですね、ミュージカルのすすめと題しまして、さまざまな角度から舞台の楽しみ方をお伝えしています。で、前回はミュージカルの初心者からの質問にお答えして、スガヒーの疑問もね、はい、ちょっと解決したかな、はい、解決しました。いろんなチケットの価格帯があるとか、あとオペラグラスもいろんな種類があってね、皆さんのね、はい、一挙手一投足を見られるという、ケアなお話面白かったですなっちゃんはどうでしたっけ、はい、前回。いや、うん、でもやっぱり私もミュージカルに、まあ、出てる人間の方なので、うん、はい、皆さんがどういう風なこうことが疑問なのかなっていうことが知れたのが嬉しかったですし、うん、やっぱりこれをきっかけにして、あ、じゃあ行ってみようかしらっていう一歩が何かきっかけになったら嬉しいなというふうに思いましたね、うん、はい、もうこれを見るたんびに感激ファンがどんどん増えていくといいですよね。たら嬉しいです。ぜひ本当見ていただきたいです、うん。で、前回このミュージカル全体ざっくりとした質問だったんですが、うん、今回はですね、なっちゃんが在籍していた宝塚歌劇団、うん、この公演であったり生活っていうのを教えていただきたいなと思うんですが、はいはい、菅日は宝塚見たことない、映像で生では見たことないですね、うんうんうん、どういうイメージありますか。なんといっても羽ですよね羽を背負って、ね、はい、確かに確かに、ダンスをされているというイメージです、はい、いや、もうそうです、ね、あのね、羽は、はい、まあ、宝塚ではやっぱりイメージは皆さん羽だったんですけど、はい、ですよね、羽はですね、ショー、まあ、お芝居ショーというふうに ある場合と、まあ、一本物って言われるものがどっちも公演があるんですけれども、うん、まあ、絶対最後にトップスターさんは羽を背負って階段を、うん、階段を降りてくるっていう、はいはいはい、まあ、決まりというか、うん、まあね、これって言ったらもうなんかそういう慣習というか、うん、でもやっぱりその全国ツアーとかでやっぱり羽を見たことがない方であったりとか、公演に行くと最後羽を背負ってこうスターさんたちが現れると、うん、わーって皆さん言うので、うん、嬉しいですけどね、うんうん、なっちゃんもトップ娘役時代、はい、もちろん羽を背負っていたと思うんですけど、結構重いんですか。そうですね、私は、まあ、重い、大きいなっていうイメージの方があって、きっと重いのはトップスターさんの羽なんじゃないかなって思うんですけれども、大きさが違うかなというふうに思っていまして、なんかこう公式で出ていたちょっと情報をまたまた手書きフリップをね、ご用意させていただきまして、すいません、ちょっと汚い字なんですけれども、背負い羽根はなんか素材がオーストリッチとか金系、銀系と、まあ、やっぱりいい羽を使ってらっしゃる、ふわふわですね、動きがすごく滑らかですもんね。で、大きさが全長、これトップスターさんなんですけど、うん、全長2メートルくらい、うん、で重さが10キロ、すごい重いですねで、まあ、なんか昔よりもや
っぱりこう平均身長が年々高くなってるので、どんどん大きくダイナミックになってきてるっていうことらしいんですよ。いやでも重いと思います。あのトップスターさんってナイアガラって言われる、この羽の下にファサファサがついてるんですよ、滝のようなね。それとかも重いって言いますし、やっぱりその背負われてる、トップさんが背負われてる姿だったりとか見ると、やっぱり一人では絶対背負えないので、まあ私も一人では背負えないので、大勝負さんがこうよいしょってそうしてくださるんですけれども、だからすごくボリュームがあって重いものは重いです、ね、捌き方コツあるんですか？でもね、私ですもんね、トップ娘役さんの羽は自分3人分って言われてて、はい、だから動くときに余裕を持って、じゃこのくらい間空いてれば立てますね。そうですね。だこれぐらいあったら、いけますけど、結構真横は立てない、結構気をつけていましたね。でも羽を見ると、あ、やっぱり宝塚見たなって感じがするから、そうですね、まあ、なんか欠かせないものですよ ね、 そうですね。で降りてくる姿でこうブワッて涙出てきたりすることもあるぐらい、やっぱり、ね、この印象的なものだと思います、はい、でですね、まあ、やはりなんとなく聞いたことはあるけど、知らないことも多いと思うので、基本情報というのをまとめてみました。まだまだこれ一部なんですけれども、まあ、本拠地が、ね、宝塚市にありまして、3つの専用劇場があって、で大劇場では5組がそれぞれ公演してて、まあ、1組 1,2 作品年にやってるだとか、はい、あとは出演者は未婚の女性ですだけですよとか、あとは組の種類ですね、花、月、雪、星、空と、あと千花さん、で、あとは10年に一度の大運動会があったり、はい、宝ジェンヌさんはあの阪急電鉄の社員、そうですね、みたいな、こんな情報があるんですが、はい、この中で菅井さんじゃ何か気になるものありますか？たくさんありますけど、中でも10年に一度の大運動会っていうのは気になりますよね。これね、10年に一度ってレアすぎません？レアですね、オリンピックより遠いですからね。どういうことですか？10年に1回5組、はい、あのそれぞれの組で競う運動会があるんですよ、はい、うん、でまあこれが大変で、もう大変っていうか、まあ、まあ涙も汗も、はい、血も見るような戦いで、練習もやっぱりみんな負けたくない、他の組には負けたくないということで、もう公演だったりお稽古が終わった後に運動、ね、場を貸し切ってとか、あとは綱引きとかもあるんですけど、お相撲さんに綱引きのコツを聞いたりとか、もうね、玉入れのコツで誰が玉入れが一番上手かとか、あとはランニング、あのマラソンというかそういうものリレーとかで足が速い人をみんなでタイム測って、誰が足が速いのかって分かったりとか、そのために筋トレしたりとかいろいろあります。あ、みんながイメージするそういう徒競走とか、はい、玉入れとか、もう全部そういう種目なんですね。そうです。ただ玉入れとかもちょっと宝塚っぽさがあることもあります。まあそうですね、羽しょる、いやいやないですけど、間で踊ったりとか、そう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 、踊りながら入れる、曲が流れたら踊るみたいな、踊らなきゃいけないとか、なんかいろいろあるんですけど、でも綱引きとかは本当にもうガチンコバトル、ガチンコですね。曲とかもかけず、はい、もう必死に必死に引っ張る、はいはい、あの 100周年の大運動会 DVD で見てて、いやぜひ、あの DVD あるんですよ、面白いですね、菅日に勝ちますこと、見てください、面白いんで見てください、面白い。であとはなんかこう、はい、組が5組と千花さんってあるんですけど、この辺の組とかのシステムって知ってました？わからないです、どういう、こう特徴があるんですか、それぞれ。そうですね、やっぱりその組によって、この組って言ったらあれみたいなものがあるんですけど、私がいた雪組は和物が得意だというふうに言われていて、もうでも私全組回っているんですけれども、やっぱり雪組に行った時に着物の種類とか、みんな何かしら、まあ、男役さんだったら新選組の羽織を持ってるとか、娘役さんだったらお引きずりを持っているとか、やっぱこだわりがすごかったですね。他の組だとあまり服の衣装を持ってないですね。着物という方は持ってても、そこまでなんか専門的なものは持ってないというのがびっくりしました。なるほどですね、はい、そういう違いがあるんですね。でまだまだ気になることたくさんあると思うんですが、またね、今後ちょっとずつ解明していけたらなと思います、はい、さて、サイステではですね、お便りを受け付けています。引き続き皆さんからのお便りお待ちしています。お待ちしてます。皆さんからの注目舞台であったり、こんな舞台を特集してほしい、宝塚のこれが知りたいなんていう要望も大歓迎でございます、お待ちしてます。はい、皆さんぜひ送ってください。さして次回は7月8日金曜日の予定です、はい、次回もぜひ見てください。ください。ここまでサイステでした。